フラットボックスを履きますよ。レッドウィングの日にライドザウェイブしましょう。靴のブラッシング1個で環境、いろんなものが変わると思いますので、まあそういうものだと思ってブラッシングをしてください。いいのかな、こんなので。いや、美味しくない。よいしょ、どうだ、大丈夫か。おはようございます。10月12日月曜日、とりあえずいつものか。数年前からあるみたいなんですけど、レッドウィングの日らしいですね、なんでレッドウィングの日としてるかというと、チャールズ・ベックマンさん、レッドウィングの創業者のチャールズ・ベックマンさんの命日っていうことらしいですね。ツイッターである方が、まあこうやって命日だからレッドウィングの日としてやろうよっていうところから流行ったもので、まあいわゆる公式的なものじゃないそうなんですけど、まあでも面白いですよね。ということで、もう今日はもうフラットボックスを履きますよ。ねえ、そうか。いや別に嫌とかじゃなくて、新しく買った靴を履こうかなと思ってた日だったので、天気もいいし、どうなんだろう。OK Google、今日の天気。今日の福岡は予想最高気温24度、最低気温17度で曇りのち晴れでしょう。ということなんで、天気はいいんですよね。まあでもしゃあない、しゃあない、いやしゃあないおかしいか。このウェーブに乗りましょう。ウェーブ。ライドザウェイブですよ。アシットマンっていう好きなバンドのアルバム、何のアルバムだったかな。ライドザウェイブですよ。あんま流すと怒られちゃうんで。なんで、レッドウィングの日にライドザウェイブしましょう。ライザウェイブですよ。ね。鼻詰まってるんですよ。これまた副鼻腔炎になる可能性あるんで。アリグラを飲みましょうね。はぁ、そう、なんか熱っぽいし。怖い怖い。でもその、レッドウィングの日の動画先に撮った方がいいですよね。今撮って編集して出すか。できる、そんなこと。できるか。やってみるか。ちょっと読書の熱が入りそうになってますね。これ、めちゃくちゃ面白いです。その僕もともとその医療人で、経済とか、まあ、経営とか、世界史とか、まあ世界史はそんな詳しくないんですけど、まあその医療から見た世界の動きみたいなのも面白いなと思ってはいるんですけど、病気ね、このコロナの時代にこういう病気、過去の病気について学ぶ本って面白いんで、またこれまた共有します。メモリーカードが少ないんで。では行ってきますので、また後。おはようございます。いや、美味しくない。これいつもの青汁と違って、奥さんの実家から送られてきた青汁なんですけど、苦い。10月13日火曜日ですね。
今日は午前中在宅、昨日ほとんど動かしてなかったツイッターを少しだけやりまして、まあやった理由はもうレッドウィングの日だったんで、まあこれを機に少しいじってみようかなと思って、実はツイッターしたことがないんでちょっといじってみたんですけど、ご迷惑になったかな、なってなければいいんですけど、動画で名前言うとご迷惑になるかもしれないんで、概要欄にリツイートをしてくださって、僕があまりにも控えめなので、まあ、勝手に宣伝をしておきますということでツイートをしてくれた方がいまして、おかげさまでだと思うんですけれども、チャンネル登録者が2名増えました。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に嬉しいです。でそのリツイートしていただいた、していただいたものを、ドイングジャパンの元代表の鈴木さん、確か退任されてると思うので、確かそうだと思うんですけど、が、まあ、いいねしていただいてますよっていうことで、まあ、見ていただけるといいですね。ありがたいですね、本当にね。ありがとうございます、本当に。リツイートしていただいた方も、ものすごくレッドウィング大好きな方で、そのレッドウィングのことツイートされてるんで、ぜひご興味ある方は見てみて、なんかそういう方から、いいですね、とか、かっこいいですね、って、まあ、その動画について言っていただけると、嬉しいなと思いますね。よし。今日は天気がいいですね。お仕事します。本業です。本業。10月の14日、水曜日、出社。おはようございます。10月の15日木曜日、朝7時半です。ちょっと今日はもう早めに出社をします。本業があるので、早めに仕事を終わって動画編集をして、今日1本 Vlog を出します。Vlog 30本目ですね。さあ、この Vlog は何本目になってるんでしょうか。では、今日もよろしくお願いします。出社。そんなに時間がなさそうなんで、今 Vlog の30本目を上げました。とりあえず節目ではあると思いますので、皆さんへのお礼も含めてお話をさせていただきました。本当にいつもありがとうございます。あと今コメントでベックマンフラットボックスを購入されようとして YouTube で検索して僕の動画にヒットしていただいて、楽しく見てますとコメントいただいてる
方がいらっしゃいまして、本当にありがとうございます。大事なのは普段のケアだと僕は思ってます。あくまでもこれ持論なので、いろいろご自身で試してもらうといいと思うんですけど、僕の Vlog 見てもらったらわかる通り、吐き終わったら翌日の朝、僕は翌日の朝ですけど、ブラッシングをして表面のほこりなんかを取って直すようにしてます。大事にしてあげてください。手をかけてあげればあげるほど良くなりますし、ただいわゆる油を入れすぎるとか靴磨きをしすぎるっていうのは過保護になってしまうので、でもそれも人それぞれですもんね。でも自分のライフスタイルに合うお付き合いの仕方をするといいと思いますよ。毎週磨くのが好きであればそれはそれでいいと思いますし、やっぱり忙しかったら3ヶ月に1回とか半年に1回っていう風になると思いますんで、それはそれでいいと思います。でも履き終わったらしっかり靴にありがとうっていう気持ちを込めながらブラッシングしてあげてください。でもこれ本当に大事なことなので、僕は毎回そうやってますね。そうすると次取り出した時に綺麗な状態で履けますし、そうすると自分も気持ちいいですし、その靴を履いて一緒に歩く人も気持ちいいでしょうし、その靴を履いて訪問する人の家、お客さんの家、やっぱりみんなが気持ちよくなるっていうことを考えると、靴のブラッシング1個で自分だったり自分の周辺だったり環境、いろんなものが変わると思いますので、そういうものだと思ってブラッシングをしてください。いいのかな、こんなので。 YouTube でたくさん靴話をされてる靴職人さんとか靴磨き職人さんとかいろんな方いると思うんで、その人たちの意見も参考にしながら、僕の意見もその一個だと思ってもらえればいいかなと思います。こんなにもブラッシング推しのYouTuber いないだろうな。でも僕はブラッシングが命だと思ってます。本当にコメントありがとうございます。なので Vlog 30回目でありがとうございます。次の節目は50回かなと思います。皆さん楽しんでいきましょうね。ではうなさんでした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。Thank you.